ボルジェスコとウンベルリート・ボルジェス・ティシェーラは、ブラジル・バイア州サルバドール出身の元サッカー選手。元ブラジル代表。ポジションはフォワード。2006年に、パラナ・クルーベから、ジェニ・ベガルダ仙台へと完全遺跡で入団。チームの戦術に合わず孤立することも多かったが、2度のハットトリックを達成するなど、個人能力の高さで得点を量産。26ゴールを挙げ、 J にリーグ特典王に輝いた。2007年、本人が故郷ブラジルのクラブ復帰を熱望したため、サンパウロ FC へと期限付き移籍。2008年も引き続き移籍期間を延長し、サンパウロでプレー。シーズン途中に保有権が仙台からサンパウロへと売却され、完全移籍に移行した。2010年、グレムヨフブッパに移籍。2011年6月、 サントス FC に移籍。国内リーグでは23得点をマークし、初の得点王に輝いた。2015年3月20日、クルゼーロを対岸して、無所属の状態にあったボルジェスは、AA ポンチプレッタへの入団を発表した。2016年3月30日、ミノスジェライス州のアメリカ FC へ移籍。2011年9月28日に行われた。 アルゼンチン代表との対抗戦であるスーペルクラシコデラアメリカ第2戦に先発出場し30歳にしてセレソンデビューを果たした。ありがとうございます。